リクサ・エルジュビエタ・リクサ・エルジュビエタは、ボヘミア王、ポーランド王バーツラフ2世の2番目の日、またその死後に、ボヘミア王位についた、オーストリアのルドルフ3世の日。チェコ語名は、エリシュカ・レイチュカ、ドイツ語名は、エリーザベト・リヒッサ。ポーランド王プシェミス2世の一人娘で、母は、スウェーデン王バルデマール1世のサン・ジョリクサ。ビエル・コポルスカ公であった父は1295年。 二世紀ぶりに、ポーランド王として退官したが、翌1296年2月10日に、男子のないまま暗殺された。幼いリクサは、プシセミス二世の女子相続人、ポーランド王位請求権者として、ポーランド王位をめぐる争いにおいて、重要な立場に置かれていた。リクサはまだ子供だった頃に、ママハハマウゴジャータの弟,弟・夫と婚約したが、結婚する前に死別している。 1300年、陸佐のポーランド王位継承権を利用して、ポーランド獲得をもくろむ家父のボヘミア王バーツラフ2世と結婚した。バーツラフ2世は、プシセミス2世が存命していた1291年に、クラックフの調子領を支配下に収めており、陸佐をめとった1300年に、ポーランド王を兼ねることになった。ただし結婚の式典は、陸佐が成人するまでしばらく待たれた。 結婚披露宴は1303年5月26日、陸佐がプラハに到着して、ボヘミア王妃として退官すると同時に行われた。レイチュカという名前が、ボヘミアでは一般的でなく、奇妙に思われたため、結婚式、退官式に際して、名前をエリシュカと改めた。1305年6月21日に、バーツラフ2世が、 結核のため病没すると、未亡人となったリクサは、同年8月から10月まで摂政を務めた。警視のバーツラフ3世が、父の後を継いだが、翌1306年に、オロモーツで暗殺された。これにより、ポーランド君主の座は、クヤビ工部ワディスワフ一世に渡った。1306年10月16日、リクサは、バーツラフ3世の後継者を名乗って、 ボヘミア王位獲得を狙うオーストリア公、ルドルフ三世と再婚した。ルドルフは守備よくボヘミア王に即位し、陸佐は王妃の座に復帰した。しかしこの復権も短いもので、1307年7月4日、ルドルフは反対派貴族をホラジュ・ジョビツェ城塞に追い込んで包囲中、赤里にかかって急死した。ルドルフの遺言により、 岐阜のローマをアルブレヒト一世が莫大な金銭を含むリクサの過不良を獲得した。またも未亡人となったリクサはイヤ王なしにボヘミア王位をめぐる、その後の軽装に巻き込まれた。アルブレヒト一世はバーツラフ二世の最初の妻言ったの兄、ルドルフ一世の父という立場からボヘミア王位を獲得しようと試みたが1308年に暗殺され、最終的には バーツラフ二世の三女エリシュカと結婚したヤン、ルケンブルスキーが、ボヘミアの新王朝を築くことになった。二番目の夫を亡くして間もなく、リクサは、プラハを離れて、フラデツに移った。この年は、リクサに与えられた、カフ領の一つで、その中心地でもあった。リクサは三度目の結婚に踏み切ることはなかったが、愛人となった実力者、インジフズリペイと一緒に暮らしていた。 リペイは、モラビアの軍司令官で、国王ヤンの不在時には、総督として、ボヘミア王国を統治していた。二人は1318年に、ブルノに引っ越し、1329年に、リペイが死去するまでの11年間、幸福な生活を送った。この穏やかな晩年、リクサは、文化や宗教に関心を寄せるようになり、聖母マリア非常天教会や首都会の女子、 修道院を建造したり、差し絵付き三美歌集の制作に出資したりしている。1335年に、ブルノで死去し、自分が通っていた教会の床に、愛人リペイの遺体と隣り合う形で埋葬された。最初の夫バーツラフ二世との間に一条を設けた。ありがとうございます。